どうですか、その戦闘機とかは。皆さんもう女の子だからそんな興味ないでしょ。いや意外とそうでもなかったりしますよね。ああそう、うんうん、はい。どんなイメージありますか、戦闘機っつったら。私ちょっとやっているゲームが、ね、そういう戦闘機ものを擬人化しているものが多くて、なんか可愛いイメージが勝手にあるんですよ。おあ戦闘機は可愛いはい、なんですけど逆に実物とかを全く詳しく知らないので、確かにね、今日ちょっと結構興味があってきました。戦闘機のゲームやってんの。戦闘機というか、船とかですね、それこそ空母とか赤城とか加賀とかが船飛行機を積んで、もうちょっと語らせてくださいよ。すっと聞きたかったよ。いやそんな詰まり詰まり聞きたくねえんだよ。双葉ちゃんどうですか、戦闘機のイメージ。双葉も戦闘機よりその戦艦の方がちょっと詳しいので。戦艦詳しいのあなた。名前が一緒なんです、戦艦北上と。ああそうなの。そうなんです。ん北上。あなたの名前は何なの。あんた双葉ちゃんでしょ。北上双葉です。あ、北上双葉っていうの。今知ったの。知るわけねえだろ。双葉しか知らねえよ。名字まで覚えてると思うなよ。なんてこと。北上、そっか、北上双葉っていうわけね。そうなんです。To be continued。